ちょっとどうですか、今もう一戦交えた後なんですけども、いかがでしたか？悔しい。じゃあ単刀直入に、気持ちは良かった？ちょっとね、彼もね、かなり S っ気が強い彼すいませんね、ちょっとね、思ったよりも S だったっていう僕の感じなんですけどもで、ちなみになんですけども、年上と年下だとどっちがお好きですか？年上の方が好みです。大体何歳ぐらいがお好きですか？30代とか、20代後半の方かな。リーさんが今23だから、大体10個前後。一番最高の年上何歳の方と経験ありますか？17個違います。だいぶ違いますね。その人やっぱ大人の男性でした？優しかった。優しい、やっぱ大人の男性優しいんですね。大人の男性とするのお好きですか？やっぱ若い男性のそういう夜のやつとやっぱ何が違うんですか？勢いが違いました。大人の余裕があるというか、全部匂い、触り方一つとっても優しいしそう、ね、ガツガツも来ないみたいな。そうですね。ベッドの上ではどうですか？激しかった。あ、そこ激しいんだ激しいの好きなんですか？好きです。さっきより激しいのがいい？さっきぐらいで大丈夫。あ、彼ぐらいで激しいっていうとどれぐらい激しいのが好きですか？なんか普通に腰振られるのが嫌だっていうか。普通が嫌だ。しながら。なるほど、それがついてるといいわけだ。体勢で言うと正面。それは何がいい？ベッドに押さえつけられてるから逃げられない。ああ、上に乗っかられてね。ありますか、他に気持ちよかった体験というか。なんかそのホテルでしてる時にお酒飲みすぎて、ね、うん、飲みすぎだからだと思うんですけど、入れた瞬間、おお、ペット水たまりにしました。全部出ちゃったんだ。なんかその後もずっと出っ放しみたいな。あ、もう一回ひねった蛇口は閉まらず。何も考えられなかったです。気持ちよくて解放感彼はどんな反応してました？ああ、やっちゃったねって彼も興奮してるみたいなもうほんと水浸し。水浸しでした。さあ、すごいですね。何分ぐらいされてたんですか？夜10時ぐらいから、夜中の1時ぐらいまでずっとやってました、3時間も体力すごいですね。その時もちょっと押さえつけられて。押さえつけられてました。なんか腰もたれるのとか腰もたれるの腰もたれて、そのままされてて、疲れてて、こういう状態。あー、なるほど。ちょっとこう背中浮くというか固定されて、でガン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 。そういうの好きなんですか？ お酒入ってるとやっぱり楽しい？そうですね、何も、はい、考えられなくなっちゃって。ちょっとじゃあ今夜もお酒あった方がいいですねお酒があって年上の男性でガンガン持ってくれてっていう方がいいと。ちょっと今探していますね、ちょっとねちなみに人生の中で複数人としちゃったみたいな経験はある？ないです。ちょっとしてみたいみたいな興味はなんか分にはあるんですけど、どうやってするのかがわからないちょっと興味はある。それなんで興味あるんですか？出したら終わりじゃないですか、男性。もう一人いるわけじゃないですか、まだできるよねお、そうか、終わってもすぐ終わりが嫌なんだ。欲がすごいことになってる感じですね最後のご質問なんですけども、
本日の下着のお色っていうのは何色でしょうか。薄ピンク。いつもそういう感じ。ピンクとか白系が多いです。可愛らしいですね。ちょっとお話をしていましたら、また先ほどのような方が見つかりましたので、ちょっとお酒もちょっと買い足しというか、はい、乾杯ということで楽しんでやってください。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。